ちは、脱落系マクロミチャンネルのやっちゃんです。秋になると食べたくなるのがアップルパイ。でもリンゴを煮てパイ生地を作ってって結構手間がかかりますよね。そこで今回はリンゴを煮ないでパイ生地も作らずにめちゃめちゃ簡単に作れるアップルパイを紹介します。パイ生地の代わりに使うのは生春巻きの皮。これがパリパリの食感を生み出してジューシーに焼けたリンゴとの相性が抜群なんです。作り方はとにかく簡単なのでぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理や菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.ではまずリンゴは縦半分に切って、あ、水がいっぱい。種を取り、皮はつけたまま5ミリくらいの薄切りにしていきます。このリンゴ、友達が長野県のリンゴ農園のオーナーになっていて、極力農薬を減らして作ったっていうリンゴなんですね。リンゴの品種は、今回はね、富士なんですけれども、その季節季節のね、リンゴで大丈夫です。紅玉がね、一番甘酸っぱくて、お菓子作りには向いてるって言われるんですけれども、他のね、リンゴでもね、十分美味しく作れますので、手に入りやすいリンゴで作ってください。はい、リンゴがスライスできましたら、天板の上にクッキングシートを乗せて、この上にですね、前菜糖を少し振ります。後から乗せる生春巻きの皮くらいの大きさに前菜糖を広げます。そしてこの上に生春巻きの皮を乗せます。そしてここに植物油を塗ります。端まで丁寧に油を塗ったら、これを2枚重ねていきます。同じように油を塗って広げ、もう1枚重ねます。そして一番上にも油を塗ります。そしたらこの上に放射状にリンゴを並べていきましょう。リンゴが均等に並んだら、この上に甜菜糖を振りかけます。この甜菜糖がキャラメルのようにパリパリっとした食感を作り出してくれます。お砂糖をね、控えてるような方はなしでももちろん大丈夫です。で、お好みでここでシナモンを振っていただくのもいいと思います。そしたらこちらをオーブンで焼いていくだけです。はい、200度で10分、そして180度に下げて15分焼きました。冷めるまでこのまま少し置いておきます。冷めてきましたら、まな板に移してカットしていきましょう。パリッパリ。完成です。はい、では早速試食してみたいと思います。見た目すっごく薄くてパリッパリの生地なんですね。い
ってみたいと思います。本当にパリパリ。油を塗って重ねてるので、ちょうどね、あのフライパンでこう油で焼いたみたいな感じになってて、それがすごいねパリパリっとした感じになるんですね。で、今回生春巻きの皮は水に浸してないんですけど、焼くとリンゴから果汁が染み出てくるんですよね。それが滴ってきて、しっとりした場所とパリパリっとした場所があって、すごく面白い食感になってるんですね。アップルパイっていうと皮が結構ボリュームがあると思うんですけど、これは本当にね薄いクリスピーな感じなので、とっても軽い感じで食べられるので、もうダイエット中の方のねおやつなんかにも最適だと思います。リンゴが美味しくなってくるこの季節、とっても簡単なので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。